はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回も上級ハイグレードプレイしていきます。さあ今回は実質的な最終回になるかなもうねあんまりやることもないんでね。そしてですね、今回やるのがこの今この清掃車をはいやってるんですけど、レースで何か面白いレースを走ってくださいっていうことだったんで、はい、今回走っていこうかなと思うんですけど、まず最初に走るのがボディ制限のこれですね、働く車カップ、これやっていこうかなと思います。あ、スチーム A しかないのか。はい、じゃあ走っていきましょうか。その前にちょっとカスタムして、スチーム A ってことはあれがいるよな、ペイントもしたいな。これはいらないか。これはこれですね。よし、これつけて、これもつけておこうかなこれもつけておこうね。で、まあ普通にこれは使いませんね、今回。余裕で勝てると思うんで、まあこれでも余裕で勝てるかな。ソフトで、こんな感じかな。で、あとはペイントしましょう。ペイント。カー、なんだったっけ、レーシングカー仕様できるかな。あ、ないのかもしれない。マジで？レーシングカー仕様ないのか。あ、ある。マジでこれ？これレーシング？いや、よくわからんけど。あ、リッチゴールドいいな。なんか、めちゃくちゃ強くなってそう。わあ、いいな。あ、でもレーシングかな？ゴールドいいけどな。捨てがたいんだけど、今回これでいくか。ちょっとね、一味違う。清掃車でいきましょう。さあ、どれぐらい強いんだろう。ちょっと感覚空いてしまってるんで、腕の方は相当落ちてるかも。なんだ、黒缶ワゴン。そんなのもあるのか。スポーツカー。じゃあこれいきましょうか。うわ、500ゴールドしかない。まあまあ普通に走れば楽勝でしょう。お、なんだこいつら。いいなあれいいな、何あれ。ちょっとあいつ観察したい。あ、ごめんごめんごめん。いいなそれ、売ってる。うわ、めちゃくちゃ。あ、かぶってた。まさかのかぶりがあった。マジか。みんなレーシングカー仕様にしてんのかな。うわすげえ、サイレンだ。あれは普通か。あ、なんだ。あ、やばいなやばいな。やっぱり腕が相当落ちてる。あ、でも、あ、弱いっぽい。みんな遅いっぽい。うわ、速い。なんかめちゃくちゃ速く感じんな。うわー、やっぱレーシングゲームは慣れておかないといけないわ。速いな、ここも。わー、でも全然楽勝なんだよな。こんなにひどい走りでも楽勝だっていう。待つかなあいつら。楽勝すぎるんだよな。あいつらをちょっと観察しようかな。最後のリプレイで観察できるか。さっさとゴールした方がいいか。さあ、あとは曲がって曲がって楽勝ですね。さあ、リプレイ見よう。何がいるんだ。バスと、ブルドーザーと清掃車、クリーン車と、こいつなんだ、なんだなんだこれ、配置に消費してんか。ん、なんだ、クリーン車と、ちょっとよくわかんないな。あ、パトカーもいるよな。救急車、パトカーいないのか。あれ、全然映らない。意外に見れないな。あ、もうちぎせてしまってもんな。もつらないか。なるほど、こんな感じか。なるほどね。まあ、た、あの、難易度的にはそんな大したことなかったですね。あ、これもあれか。なんて言うんだったっけこれ。じゃあ他のレースは、レーシング、あ、レーシングカラーだけど、これも速いのかな。
普通に勝てそうだけど。ん？みんなこれレーシングカラー？え？レーシングカラーじゃなくない？うわ、早っ。マジで？え、これめちゃくちゃ速いんじゃないか。そうでもない。一人めちゃくちゃ遅いやつもいるけど。あ、こいつらもちゃんとあれ走ってないな、コースを。あ、でも勝てるか。わ、ショートカットもあるしな、ここは。うん、これで。あ、大丈夫ですね。でも結構速いな。さすがレーシングカラーのやつだと言うべきか。さささと。あ、でも楽勝になってきたな。こう曲がって、まあ普通に張ってますね。これ一周遅れもできますね。よし。で、まあ30秒切りたいけど無理かな。やっぱちゃんと練習しないと上手くならないんだよな。適当に走ってて上手くならないっていうのはもう分かってるんでね。うわ、曲がりすぎるこのタイヤ。で、375か。うわ、どっちが速いんだろう、ブレーキかけたのと。あ、ブレーキかけた方が良かったのかな。それともちょっと道中の走りがまずかった。ちょっともう強くなりすぎてるんでね。楽勝してしまうんですよね。ボディ、おお、これレーシングカラーにしといてほしいな。あとはチキンレースはもう走ったし、スポーツか、これはちょっとな。今の腕だったら絶対負けるんだよな。スキーカップ絶対普通だよ。あ、このホルダーカップ、これも勝ったっけ。パトカーカップ、あ、そんなのもある。ホルダーとパトカー出るか。ホルダー、あ、買わないとダメか。コインホルダー買ってこよう。さあ、コインホルダー、あ、なんだこれ。え、どういうこと。ん、丸ボタンを押しながら方向キーで線を描きます。え、なにこれ。あ、結構なんかデザインできんのか。なんだ、なんだこの、このデザインは。色？色？あ、色。色出た。あ、なんか、こだわりのあれだな。いや、知らないけど、どういう、なんだこれ。あ、デザイン読み込めた。あ、セーブしとかないとダメなのか。サンプルでいいや。あ、マジで？どれがいいかな。リアルシア、何これ。あ、これでいい、これでいい。え、どうなんの。ん、え、どういうこと。この車だから、ちょっと変えてみよう。ちょっと、あ、これでいい、これでいい。どうなってる。ん、どういうことだ。あ、登録しないとダメなのか。そうでもない。いや、よくわかんないんですけど。え、どこコインホルダーって、なんだこれ。まあほっとけばいいか。あとなんだろう。あ、ここにつけるのか。あ、そういうことか。リアル仕上げ。あ、ちょっと防御力上がるな。あ、そういうことなんだ。なるほどね。あ、じゃあ別に車こっちでよかったのか。これで。あれ。超リアル仕上げ。
なんだそれ。あとこのヘビーアタックとかもなんかつけたいんだよな。角パッドランプをつけとくか。ヘビーアタック、これでアタックしていこう。で OK かな。じゃあレースで、パーツ制限でホールダー、みんなやってんのかな。なんかつけてる、みんななんか浮いてない浮いてる。あ、つけた、またかぶってるうわー、 あ、みんな同じじゃない。あ、みんな同じになるのかな。なんだよお前ら、攻撃攻撃、あれ攻撃できてんの、攻撃できてんのかなうるせえこれ攻撃したいな、攻撃力あるんでこれで攻撃になってるかな。グランプリとかじゃないと意味ないのかな。ガンガン攻撃して、うわははクラッシュクラッシュ、しかし近道で。なんだちょっとみんなあれだよな、多様性を持ってほしいよこれで走られたらもう全く面白くないよ、怪しい集団でしかないってなんだろう超リアル仕上げって、どこら辺が。うわあ、一人遅いやついるな、あいつ倒しに行こうぜよし、ここで行こう行こう、追いつくはず、さあ追いつくぞ。おいおい、同じ装備つけてるかって仲間と思うなよあれめちゃくちゃ遅いな、全然何キロ出してんだこれ。あ、200キロぐらい意外に出てんのか。あ、これぐらいだな、170、80かな、もっと速いか、200キロぐらいか。あ、なんだこの野郎あいつをやれ、あ、意外に追いつかない、逮捕しろあー追いつくのも難しいな、ただこれがあるんで楽勝。あ、やばいかも、あ、大丈夫かよし、なるほど、こういうことになってんのか。うん、じゃあみんな同じでは本当やめてほしいよな。うん、みんな同じは面白くないよ。まあお金入ってきたけど、なんか普通の車もらえるんだよな。ぶっ飛んだ感じでもない。じゃああとはパトカーカップかな。多分これ走ったことあるよな、角王冠一回走ったと思うけど。あ、アジア市街、うわ、うるせえうるさいなこのレース。アジア市街でなんか取り締まる的な、税金の無駄でしょうよこんなにいたら同じところに10代も20代もいたら。何が面白いのこれ何が面白いの、みんなパトカーつけてパトランプかそんなに速くないし、わあ舐めすぎてんな何が面白いんだこれ、普通に走ってるだけだもんな。泥棒がいてくれたらちょっと面白いけど、パトカーしかいないし、そんなに速くもないし一姉妹一つの絵面はちょっと面白いのかもしれないけど何だいるんだ、うるさいだけだな本当。なんかボディが面白いわけでもないし、一人だけなんかこのリアル仕上げをつけてしまってるしふざけたレースだなこれ。何も
ないもんな。最初は言うことあるけど、2週目以降はもう単なる作業でしかないから。こいつとまあ一緒に走るけど、ちょっと負けそうなんだよな。本気で走ろうかな。本気で走っても勝てない可能性があるんだよね。ちょっと本気で走ろう。よし、お前ら本気出すからな。楽勝しちゃうかも。さあ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 、よし、ここ曲がって、あ、寂しい。一人は寂しいよこれ。暴走族、一人で暴走族してるみたいな感じだもんな。あんまりいないよな、暴走族っていうぐらいだから。仲間引き連れてないと。みんな来てくれ。やっぱ普通に走ったら楽勝してしまう。来た、元気だな。よし、あ、ここはちょっと敵が早いんだよな。ん、勝てるか。勝つことは勝ちたいんだけど、あ、やばいかも。大丈夫か。あ、ここは勝てるから大丈夫だな。なるほど、これこんな感じになってると。うわ、うるさい。なるほどね、こんな感じになってたか。で、お、本当にパトカーくれたポリス。これハイグレート4でも出てきますよね、このボディのやつ。いや、今回はなんかいいボディもらえたな。はい、ということでね、もういいかな、これぐらいで。なんか多分全部のレースが出落ちだと思うんで、2周目以降普通にレースなんでね。なんだろう、なんとも言えんな、全部やっぱり最初だけから面白いの。あ、こうなってたかーっていう。まあちょっと面白かったのはやっぱりこのボディ制限の働く車カップかな。働く車がいっぱいいたって、このヘルメットカーはいませんでしたけどね。これがいたらちょっともうちょっと面白かったな。まあそんな感じですかね。はい、それでは今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全て上げにつながっておりますのでよろしくお願いします。ではまた別の動画、多分ね、もうそろそろ新シリーズ始まると思うんで、はい、こちらの方でお会いしましょう。アポロンでした。